に行く前ってすごくぽっちゃりしてたんですね。韓国に実際行ってみて、ガールズグループの皆さんとかすごくこう細くて体が綺麗だったので、それに衝撃を受けて10キロ絞って、で食べ物とかいろいろ変えたり、あとは運動をして、週に 2,3 回やっぱりジムに行ったり、ピラティスに行って腰勢を整えてもらったり。ピラティスがいいの？体幹とか鍛えるの？ピラティスはジムとかとは違って、こう重い重りを持ってこうおいしょおいしょってやるんじゃなくて、ストレッチをしながらこう筋肉を鍛えていくっていう、だから女性らしい体が作れるっていう、姿勢も良くなって、そういう意味でやってました。韓国でも今すごい流行ってますね。へえ。私の仲いい後輩が同じグループにいたんですけど、ひーちゃんはずば抜けて努力してたって聞きます。食事とか、私実はひーちゃんと同じジムに通っていて、トレーナーさんがひーちゃんから LINE が来てて、その食べ物とかみんなこまめに送るんですよ。食べたものカレーパンの画像が来てたから、ひーちゃんカレーパン食べるんだってちょっと勝手に嬉しくなったら、カレーパンを見てますっていう LINE が。細いから心配になるけどな。なかなかそういう生活難しいでしょ。無理。今日も例えばじゃあキックボクシングハマってるんで行ったんですけど、こんだけ頑張ったから今日は絶対月見バーガー食べようって思ってたんですよ。今日キックボクシングもしてへんのに月見バーガー食べた。何もしてない。何にもしてへんの。